チオリンピックのエースとして期待される高木美帆選手が今シーズン初滑りを行いました。高木選手は現在日本では誰も習得できなかったという幻の新フォームの完成に向け特訓中。女子では 500m 世界記録保持者ドイツのウォルフ選手だけしか扱えない世界最速フォーム。その滑りが完成すれば4年後のソチオリンピックメダルは射程圏内です。どれくらいかかるかわからないんですけど、なるべく早く自分のものにしてしっかり大会とかにも自信持って挑めるようにしたいなと思います。